霊感の強い彼女先輩が昔 霊感の強い女性と付き合っていたことがありました。ある時部屋で先輩は何か書き物をしていて、彼女は先輩の後ろでベッドの上に座っていたそうです。その彼女とはまだ付き合い始めたばかりで、一番イチャイチャしている時だったんですけど、その時はなぜか彼女は先輩に近づかずに、じっと黙ったまま座っていたそうです。 で、先輩も書き物が終わって、一服しながら、後ろにいる彼女に、どうしたの今日は静かだね、と話しかけました。でも彼女、いつもだったら、喜んで返事をするはずなのに、なぜか、うん、と曖昧な返事をするばかりだったそうです。先輩はきっと相手をしてあげなかったんで、むくれているんだろうと思い、彼女を連れて、 機嫌直しに、外にご飯を食べに、連れて行くことにしました。そして二人は外に出て、道に停めてある車に。すると、車に乗った途端、彼女が泣き出して、先輩は慰めようと、彼女にどうして泣いているのか、自分が何かしてしまったのかを聞いてみました。でも彼女は泣きやまず、とにかく、車を出してくれと頼んできたそうです。 で、先輩は、車を出し、しばらく走りました。近所のファミレスに着くと、彼女がようやく泣き止んだんで、そこの駐車場で、話を聞くことに。部屋でね、あなたのことを見てたら、人の気配がしたの。でも周りを見回しても、私たち以外、誰もいなくて。でも気配がするから、テレビの方を見たの。そうしたら、 何も映っていないテレビにテーブルで字を書いているあなたが映ってるんだけどそのテーブルの上に真っ白い足が私の方を向いて立っていたのつまり先輩がテーブルの前で書き物をしている時に先輩の目の前に霊が立っていたと前からなんか変なことがあるなとは思っていたそうなんですけどまさか本当に 幽霊がいたとは思わなかったそうで、その話を聞いた先輩は、もう怖くて、部屋に帰る気がしなくなったそうです。その他にも、他の後輩、これ僕の友達なんですけど、その後輩が先輩をアパートまで送っていた時先輩がドアを開けたら、玄関のすぐ前で、痩せた女の人が立っていたのを車の中から見たとか、 そんな話があって、結局先輩は部屋を出たそうです。その後、その彼女とも、ホテルとか海に行ったりすると、デイがいる、だの、金縛りになった、だのが続くので、結局別れてしまったそうです。ゲナン。ええー、と、今まで聞いたうちで、 一番怖かった話なんですけど、五、六年前、大学入試で地方都市に行った友人から聞いた話、その街で本当にあったこと、ということなんですけど、一人暮らしの女の子がいて、ワンルームマンションに住んでいたんですけど、ある日、友達が二人遊びに来て、泊まっていくことになったんだそうです。夜になり、そろそろ寝ようという時になって、友達二人は、 床に寝ることになり、その家の子はいつものようにベッドで眠ることになったんです。がしばらくして、ベッドの横の床に寝転がった友人が、牛乳が飲みたいと言い出したそうです。結局友人は牛乳の買い置きがなかったんで、ジュースでいいでしょとなったんですけど、その友達はどうしても、 牛乳が飲みたいと言って聞きません。仕方がないので、3人でコンビニまで行くことになり、外に出たのですが、その牛乳が飲みたいと言った子は、外に出た途端に、警察に電話をかき始めました。ことの真相は、その子が寝ようと、ベッドの横に寝転んだとき、ベッドの下に、両手に、草刈り釜を持った男が入り込んで、 横たわっているのを見つけたらしいんです。男はその子の方を見たけれど、見られた子は気がついたのがバレたらまずいと思って気がつかないふりをして、なんとかみんなを外に連れ出そうとしたんだそうな。結局警察がその男を捕まえて事情を聞いたところ、男は女どもが寝静まったら全員殺してやるつもりだった。 という、少しおかしなやつでした。この話、五、六年前に聞いたんですけど、その時は、実話だと聞きました。それから最近になって、少し細部が異なった、いろんなバージョンを聞くことがありますが、これが原型だと思います。金沢での出来事らしいです。 オークションで。少し前の出来事で、誰にも言っていないんだけど、ここだったら話せると思って。親族の結婚式に出席をすることになって、一応既婚者なので、留め袖を着ないといけない。着物は好きな方だけど、留め袖なんて、そう何度も着るものでもないし、気動楽でもないし、あんまりお金はかけたくなくて、 レンタルとどっちが安いかなくらいの感覚でオークションを覗いてみた。まあ、モギター越しにわかるいい品とかはそれなりにいい値段がついていたんだけど、リサイクルはレンタル品借りるのとそんなに変わらないようなのだ。で、柄がそこそこ趣味にあって、家紋がうちのと同じ留め袖を見つけたので入札。競合者もいなかったので、 そのまま落札できた。でまあ一通り連絡とか、有金とか経て、留め袖が送られてきた。リサイクル品なんだけど、まあ着る機会が少ないっていうのもあるのか、気になる痛みもないし、状態はすごく良かった。何気なく留め袖を羽織って、姿見に移していたら、後ろからギュッと、右の袖を引っ張られる感覚がして、 えっととっさに鏡の方を見たら、知らない男の子が袖を引っ張っていた。振り返ったけど誰もいなくて、もう一度鏡を見たけど、その子はもう映っていなかった。怖くなって脱ぎ捨てるように着物を体から引き離したら、耳元で。お母さんはって聞かれた。うちにはまだ子供はいない。 どんな格好だったかは覚えていないけど、洋服だったと思う。四五歳くらいで顔を見上げるように、こっちに顎を上げていたんだけど、目は閉じていた。口がアーンと開いていて、そして片手でつまむように着物の袖を引っ張っていた。気のせいかと思ったんだけど、その夜寝ている私の胸の上に、ものすごい行走の女の人が正座して、 何かブツブツと言っていたんで。もうその言葉が、はっきり、何言ってるか分かったらやばい、と本能的に思って、結婚式は様相で出ることにした。申し訳ないけどその止め袖、別の ID で出品した。落札した方ごめんなさい。元の出品者には、いい評価つけてあります。呉服屋さんとか、 カシーシ屋さんではなくて、リサイクルショップからの出品でした。遺品整理、訳あり品買い取ります、秘密原種とかよく書いてあるでしょ。こういうのかなって思いましたよ。おじの引っ越し先。最近思い出したことがあったので、ここで。 おじとおばが引っ越したので、引っ越し先に遊びにおいでというので家族で行くことになったんだけど、都合で自分一人だけ車で後から行くことになったんだ。引っ越し先は別の町で不慣れな土地だけど、この道に入ってまっすぐ行って、小学校のある角で曲がればすぐと説明されて、大体の道が分かったので行けると思った。実際に、 あとは小学校が見えたら、左折すればいいだけ、というところまで来た。ところが、いくら進んでも小学校が見えない。道路間違えたはずもないはず、と思いつつ進んでいくと、対向車どころか、人家が少なくなり、あっても人が住んでいないようなものばかり。とうとう、山に入りつつあった。これはいくら何でも違うでしょう、と思ったところで、 急に空が暗くなって、周りに街灯もないもんだから、ほんと真っ暗になってしまった。一旦車を止めて、迷ってしまったことを、携帯でおじか、先に行ってる家族に連絡しようとしたら、いくら連絡しても相手が出ない。引き返そうと思ったら、車が動かない。ガソリンは少なかったけど、空にはなっていないし、大体、急に、 動かなくなるなんてことはないはず。と思いつつも、現実に動かない。周囲は相変わらず真っ暗で、異常なまでの静寂さに、お腹のあたりがずーんと重くなった。どうしよう、どうしようと、思考がぐるぐるし始めて、ついに、こんなところで死ぬのか、という考えが頭によぎったところで、 急に自分でも訳がわからない腹立たしさが出てきた。車から出て、そこらにあった木の枝だか棒だかを拾って、くっそ、なんでこんな目に合うんだ誰がこんな目に合わせてくれた出てこいどうせ私も死ぬんだったら、てめえらも道連れじゃって、棒を振り回しながら規制を上げていたら、 辺りがだんだん明るくなって、周りが見えるくらいになってた。そこで少し正気に帰って、とにかく棒は捨てて、慌てて車に戻り、しばらく走らせたら、普通に人が住んでいそうな人家が立ち並んでいるところに出て、小学校が見えてきたので曲がると、おじの家が近くにあって到着した。家を出た時は昼ぐらいで、 着いた時は夕方だったし、急に暗くなるような時間でもなかった。今でも何だったのかはよくわからないし、あれは夢だったみたいに思える。けどもう一人ではおじの家に行こうとは思わない。ベッド空襲で多数の犠牲者が出た。 有名な川のそばにある書で勤務をしていた時、仮眠室で誰も使いたがらないベッドがあった。そこで寝ると必ず悲しりに会うとのこと。ある夜、仮眠室のドアを開けると、問題のベッドの付近が青白く光っており、寝ていた人のうめき声が聞こえてきた。あの光は何だと思い、 恐る恐る近づいてみると、光の中に何やら人影が、ドキリとしながらもなおも近づいてみると、そこには、うなされている人の顔の上30センチほどの位置で、子供を抱きながら悲しそうに見下ろしている防空頭巾の女性の姿が、思わず怖いというよりもかわいそうな感じがして、 手を合わせて、成仏してください、と祈った次の瞬間には、その姿は消えていた。次の日から、問題のベッドの下には、コップ一杯の水が、毎日、お供えをするようになった。私は転勤してしまったけど、今でもその書はあります。まだ、 水がお供えされているかは定かではありませんが。上がってくるもの。私は子供の頃、地区30年は経つであろう木造の一戸建ての家に住んでいました。古い家なので壁や天井のシみが顔みたいに見えたり、自分以外誰も家にはいないのに、 床や階段がきしむ音がしたり、二階の窓から見えるお墓には夜中人影が見えたり、毎日何かしらの心霊現象を体験していたように思います。これはその数ある体験の中で最もぞっとした心霊系のお話です。その現象が起こったのは小学校一年生の夏休み。 プールに行って友達と遊んで夕方家に帰って二つ下の妹と子供部屋でお人形遊びをしていたとき誰かが階段を上がってくる音が聞こえました最初はお母さんだと思いましたしかし下の階にある台所からはお母さんが痛め物をする音が聞こえてきますお父さんはまだ 仕事から帰ってきていないはず。だとすると、誰が階段を上がってきているのか。私は急に恐ろしくなり、その場から動くことができなくなりました。妹は、そんな状態の私を気にも留めずに、楽しそうに人形遊びをしていました。幼すぎて、現状の恐ろしさがわからないのでしょう。 ぎー、ぎー。一段一段踏みしめるように、ゆっくりと何者かが階段を上がってきます。私は階段へと続く襖の戸から目が離せませんでした。ぎー、ぎー、ぎー。音が近くなり、もうすぐ階段を上がりきってしまう。 そう思った時です。ご飯よ、と言いながら、お母さんが2階に上がってきました。私は一気に緊張が解け、涙目になりながら、お母さんにしがみつきました。夕ご飯食べながら、先ほどの出来事を、お母さんに話しました。この家は古いからね、きっと、きしむ音よ。それがあんたの気のせいよ。 真面目には取り合ってくれませんでした。そして夜、ご飯を食べてお風呂に入って、録画した子供向け番組を見て、少し興奮気味に子供部屋に戻って、私と妹はとこに着きました。しかしなかなか寝つけずに妹とふざけ合っていました。するとその時、また階段から、きぃ ギーッと誰かが上がってくる音が聞こえました。私は夕方のことを思い出し、顔をこわばらせました。ギー、ギー、ギー。すごい速さで音が上がってきます。私の心臓はその音に呼応するように、とっとっとっと速くなります。 ざっと勢いよく、ふすまが開かれました。そこには、父さんが立っていました。寝ずにふざけ合っていたのが、一階から聞こえたんでしょう。早く寝なさい、と、怒られてしまいました。父さんは、私と妹の布団の間に座りました。父さんはいつも、私たちが寝つくまで、そうやって見張っているんです。 見張られていますから、眠らないわけにもいかずに、全然眠くないのに、そう思いながら、目をつむりました。目をつむって、15分くらいが経ったでしょうか。父さんが1階に降りていく音が聞こえました。私はやはり眠れずに、また妹とふざけようと思い、目をつむっている妹の肩をつづきました。しかし妹は、 もう眠ってしまったようでした。眠れないのに、つまらないな下からは、父さんと母さんが話す声が聞こえてきます。その時です。きー、きー、きー。と、また、階段を上がる音が聞こえてきました。もちろん上がってきているのは、母さんでも、 父さんでもありません。夕方の奴に違いありません。私は恐ろしくなり、顔まで布団をかぶり、強く目をつむりました。ぎー、ぎー、ぎー、ぎ。階段を上がる音が止みました。奴だ、奴が来たんだ。私は布団の中で小さくなって、ガタガタと震えました。 それから、どれくらいの時間が経ったでしょうか。私は少し、平静を取り戻していました。そしてなんとなく好奇心で、布団から少しだけ顔を出し、襖の方を見ました。襖は、10センチほど空いていました。階段の踊り場は、電気がついておらず、真っ暗でした。そしてその、真っ暗の中に、 ぼんやりと、白い、脳面のような顔が浮かんで、こちらを無表情に見つめていました。私は、ヒッと、しゃっくりのような小さな悲鳴を上げて、慌てて布団に顔を潜らせました。すると、ガタ、ガタタタタ、と、襖が揺れる音が聞こえてきました。 それはあの能面が襖を開けようとする音に聞こえて、私の恐怖は最高潮に達しました。もう起きなさい。スズメの鳴く声と、母さんがカーテンを引く音で目が覚めました。気を失ってしまったのか、そのまま眠ってしまったのか、気がつくと朝になっていました。私はまた、 涙目になりながら母さんにしがみつきました。それから10年が過ぎた高校2年生の夏、私たち一家は引っ越しをすることになりました。引っ越しの前日、母さんから父さんの荷造りを手伝うようにと言われて、あまり入ったことがない父さんの部屋に赴きました。父さんの部屋には高級そうな 背の高い木製の棚がいくつかあり、棚には父さんの趣味だったミニカーや旅行で買ったらしき置物がところしと飾られていました。私はそれらを一つ一つ手に取って丁寧に埃を拭き取り、ナンボールに詰めていきます。そして半分ほど終わった頃でしょうか。大きな木彫りの置物の後ろに、 白い何かがあることに気がつきました。なんだろうと思い、木彫りの置物を解けると、そこにあったのは、十年前の夜、襖から私を見つめていた、あの能面でした。その能面を見た瞬間に、全身に鳥肌が立って、夏なのに体が震えて、歯がガチガチ音を立てました。 能面はあの時と同じ無表情で私を見つめていました。私は恐ろしくなって急いで部屋から出ました。その後父さんと一緒に部屋に行って能面について聞いてみると、こんなの買ったかなぁといぶかしげな顔をしていました。結局能面は荷物になるし置き場所にも困ってしまうからと、 父さんが捨ててしまいました。今でもあの能面の正体は謎のままです。カラオケ屋のバイトで5年くらい前の話を思い出したんだ。当時ニートだった俺は友人の紹介でカラオケ屋でバイトをしていた。 それでフリーターってこともあり、深夜帯のシフトに入ってた。深夜の仕事なんて、掃除と、たまに来る客の相手くらいで、特にやることはなかったんだけど、なぜかアルバイトが3人もいたんだよね。このカラオケ屋4階建てで、1人は接客と1階の掃除、1人は2階の掃除、もう1人は4階の掃除を担当して、 なぜか3階は2人で掃除をすることになっていた。入った時には特に違和感なんかなかったんだけど、バイト中は暇な時間が多いから事務所で先輩たちと話をしていて、そういえば3階は2人で掃除楽なんですよね、みたいなことを言ったんだよ。でしばらくはそこで働いていたんだけど、 その紹介してくれた友人と遊んでいるときに、友人が、バイトどうだって言ったんで、楽だし楽しいよって答えたら、そうか、みたいな感じで、そんな話は終わったんだけど、なんか、意味ありげな会社だと思ったんだよね。ちなみに友人は元そこのバイトで、その時は別の会社に就職をしていた。であるとき、先輩の一人が、 バイトに来る途中で事故にあって来れなくなってしまったんだよ。で、深夜だし、代わりも見つからないので、二人でやることになった。もともと二人で余裕な仕事だったから、特に困りはしなかったんだけど、先輩だけがなんか焦ってた。うちのカラオケ屋は深夜フリーがあるんだけど、平日には経費の削減で、二回までしか入れないことになっていて、 深夜3時になったら、4階と3階を掃除するんだよ。それで2人しかいないから、先輩は接客をしていて、俺一人で、4階と3階の掃除をしに行ったわけ。で、4階が終わって、3階の掃除に行こうとしたら、先輩から連絡が来て、3階はやらなくていいよって言われた。まあでも暇だったし、 一人でやるから大丈夫ですよ、みたいに言って掃除をしに行った。いつもみたいに掃除していたら、エレベーターから見て、一番奥の部屋が電気がついてた。うちは客を入れないと電気つかないから、おかしいなとは思ったけど、とりあえず他の部屋を掃除していた。で、その部屋の隣で掃除をしているときに、急に、バンって、 ドアの閉まる音がして、急いで見に行ってみたら、その部屋のドアが閉まってた。なんだとは思ったけれど、特に気にせずに、その部屋の掃除を始めたら、今度はカラオケに曲が流れ始めた。ビビって演奏停止を押しても、初期化しても流れ続けていたんで、なんかおかしいなと思い、そのまま放置して、ダッシュでフロントまで行ったよ。 正直この時、半べそ書いてた。で、先輩に報告したら、3階は放置でいいって言っただろって言って、なんだか先輩もビビって、それから何も話さなかった。で、変な空気のままバイトが終わって、友人にそのことを話したら、今日会えるかって言われて、その日の夕方に会うことになった。ここからは、その時、 友人から聞いた話。前からずっと毎週木曜日にカップルで来ている20代くらいの常連客がいたんだよ。で、お前が入る半年くらい前に、その片れの女の子が一人で来てさ、俺が後からもう一人来るんですかって聞いたら、い,いえ、一人でって言ったんで、別れたのかなって思ってたわけ。 で、十分前の連絡をしたんだけど、一向に出てこなかったんだよ。時間過ぎても出てこないから、部屋を見に行ったら、部屋の電気に紐をつけて、首をつってた。その時、〇〇の曲が流れていて、その人が、ぷらぷら、軽く揺れて、部屋にある鏡越しに目があった気がしたんだ。 あまり思い出したくもなかったし、店から部外者にも話すなって言われてたから黙ってた。で、それまで3回4回の掃除は一人でやっていたんだけど、気分悪くなったり、わけも言わずに辞める奴がたくさん出てさ、二人で掃除をすることになったんだよ。だいたいこんな感じのこと言われて、俺もその後辞めたんで、今はどうなってるかわからない。 ちなみに分かったと思うけど、その女性が亡くなったのは、俺が、怪奇現象を体験した部屋だよ。静香ちゃん。八年ほど前のある日、妹の部屋に用事があって、二階の廊下を歩いていると、階段を降りていく背中が見えた。髪の毛と白いスカートの端しか見えなかったんだけど、 妹が下に降りていったかと思いながら部屋のドアを開けると妹がテレビを見ていたうちは母子家庭の三人家族で母親は仕事中狐につままれるってこんな感じかと思いながら妹に下に降りていったこの話をするとああ、たまに見るよとあっけらかんと言った怖がりな妹があっさりと言ったので 悪いものではないんだろうと思ったけど、もしかしたら、テレビを見ている妹の方がお化けまたはキツネと思ったら怖くなって、自分の部屋に走って逃げて、母親が帰ってくるまでこもっていた。帰ってきた母親には笑われたよ。それから何回か、同じことが自分と妹になった。ドア開けると、あれって言って、ああ、またかと言った感じ。 母親だけは一度も遭遇しなかったけど、時々いたずらするくらいで静かでとってもいい子だと妙に可愛がって、静かだから静かちゃんと呼ぶので名前までついていた。静かちゃん遭遇から一年ほど経った夏、母親の故郷に帰省することになり、一週間ほど家を空けた。帰ってくると、 静かちゃんはいなかった。なぜだか家のドアを開けた瞬間、ああいなくなっちゃったんだなと思った。妹も思ったらしい。少し寂しくて妹の部屋を開ける前に階段を確認してしまうが、それから一度もスカートの端と小さな背中を見てはいない。成仏してしまったのかな なくした携帯。先月、加入したばかりの携帯電話を紛失してしまいました。仕事上困るので、早速翌日、金銭的に安い新規登録で新しい電話に変わりました。加入手続きをしていただいて、だいたい2時間くらいした時でしょうか。新規の電話が鳴り出しました。新しい番号は、 誰にもまだ連絡はしていません。しかし不思議なことに、その番号には見覚えがあったのです。先日なくしたはずの私の電話番号でした。私はぞっとして出ることができませんでした。なぜかというと、電話をなくした場所は夜景を見に行った山頂公園の崖の下。昔、 レイプしたい遺き事件があったところだったからです。なくした場所が分かりながら、探さなかったのもそういう理由からでした。翌晩、友人たちの番号を聞き直すために、親友のワンルームを訪ねました。そこで友人から奇妙なことを聞きました。昨晩私の前の携帯番号にかけたら、女性が出たそうです。 友人はてっきり、私の彼女と思ったらしく。なぜかというと、明日の夜、二人で家に行くからね、と言ったらしいので。ガチャガチャ。その時、玄関のドアノブを回す音が聞こえてきました。夏の旅館。去年の話。 ちょうど今ぐらいの季節、うちは親友と二人で、とあるバンドの夏ライブツアー全家諸制派に躍起になっていた。二人して半年かけて貯めた金をこのツアーすべてに継ぎ込んで、燃える夏を過ごしていた。で、実はこの親友がかなり見える人で、私もだいぶお世話になったりしていたんだけれど、その日、地方のライブで、 何とか見つけた旅館に泊まれることになって安心していたんだよ。ライブが終わって、その旅館に行って、受付済ませて、中井さんに案内してもらった部屋に入った瞬間、親友がゲッって言ったんだ。もちろん中井さんにも聞こえて、うちがどうしたのって言う前に中井さんが、どうかなさいましたかって尋ねたんだよ。 そうしたら親友が、あの、まあ、なんて言うか、他に部屋ってないんですよね、って、エンドちに言い出して、それを聞いたとき、うちは悟ってしまって、当然、夏の行楽シーズンに、宿が取れただけでも、マシな状況で、中井さんは、申し訳ありません。本日は満室になっております、って言うよね。 ああ、じゃあ、うん。いいです、って、諦めて親友が言ったんだけど、どっちかというなら、うちの方がへこんでいて、仕方がないから荷物を置いて、買ってきたペットボトルのお茶を飲みながら、今日のライブについて話して盛り上がっていた。ほどなくして、部屋に備え付けのシャワーを交代で浴びて、中井さんが用意した布団に入って、 それでもしばらく話を続けていたんだ。けどさすがにその日で5公演目だったし、運が悪かった日は寝カフェに泊まったりもあったから割と疲れていて、一時前には眠りについていたかな。うちは完全なる爆睡状態だったんだけど、いきなり、てめえ、うぜんだよボケって言う、親友の叫びで目が覚めた。びっくりして飛び起きたら、 親友は普通に寝ていて、何って話しかけたんだけど、めんどくせえ、朝起きたら言うって言われて、しぶしぶ寝た。朝になって、先に起きたうちは、まだ出るまで時間があったから、今後のツアーの日程と、泊まるところの検索を、持参のパソコンでしていたんだよ。親友は寝起きが最悪だから、自分から起きるまで放っておいた。 起こすと怒ってくるんで。一時間半くらい経って親友が起きてきたんで、昨日の夜中の件について聞いてみた。したらまず、中井さんに案内されて部屋に入った時に、襖の前に女が立っていたと。結局変わる部屋もないし、多分大丈夫だろうとその部屋で過ごしていたら、女はひたすらうちに抱きついてきていたらしい。 うちが極度の怖がりなのを知っていたんで、行ったらまずいと思って黙っていたと。それから寝る時になって、女は、うちでは気がついてもらえないと諦めたのか、今度は親友の布団に潜り込んできたらしい。しばらく放置していた親友も、腰やら足やらさわさわされて、寝つくことができずにぶち切れて、その女の顔面に蹴りを入れたと。それが夜中、 叫んだ瞬間のこと。その後はその女も、おとなしく、布団の前に正座していたらしい。ちょっとかわいそうだな。旅館から出るとき、受付で親友が、おかみさんを呼んでくれと何やら話していて、部屋で会ったことを要点だけ伝えていた。そのとき親友が、風呂場の排水口に、大量の髪の毛がうんぬんって言っていたのを聞いて、 うちはさーっと血の毛が引いた。風呂は親友が先だったんで、その髪の毛はてっきり親友のだと思っていた。だから手に取って、あいつ抜け毛激しくないかとか思いながら捨てたんだ。考えてみたら親友の髪は今焦げ茶だから黒じゃない。うちも相当抜けてるなと思った。最終日におかみさんから謝罪と、 宿泊費の三分の二を返してもらえることになったのだけは、ちょっとラッキーだったかな。マイナスドライバー。私がまだ四五歳の時のことです。当時家には風呂がなく、よく母さんと銭湯に行っていました。まだ小さかったので、母さんと女湯に入っていました。 ある日のこと、体を洗った後、飽きてしまった私は、湯船の中で、プールよろしく遊んでいました。今まで気がつかなかったんですけど、湯船の横から階段状になって、ドアがついてるんですね。私はふと、そのドアが気になって、段々を登って、ドアの前まで行って、ドアノブの真下に、大きな鍵穴があったんです。 ワクワクして覗きました。向こうは何かに覆われて見えない。なんだつまらないな、と一旦顔を上げました。何を思ったか、もう一度鍵穴を覗き込んだんです。ぼんやりとした明かりの中、ボイラーとおぼしき機器が見えました。わあすごいな。夢中になって覗いていました。 ドアの向こうの気配、それとも何かが知らせてくれたのか、突然私は目を離し身を引いたんです。すると次の瞬間、鍵穴からはマイナスドライバーの先端が狂ったようにダンブしていました。私は息を飲んでそこを離れ、怖くて母さんに話すことができませんでした。 患者の日記。私の先輩が看護師として勤めている病院であったこと。先輩のチームの受け持ちの患者さんだった末期がんの初老の女性が急変し亡くなった。社交的で明るく、ナースや同室の患者とも仲良くやっている感じのいい人だった。身寄りのない人で先輩が私物の整理をしていると、 一冊のメモ帳が出てきた。何の気なしにパラパラめくると、日々の日記や病院食の献立、見たいテレビ番組のメモなど多倍のないものだった。今日は看護師のバツバツさんと散歩に出かけた。バツバツさんは先輩の名前。相変わらず優しい人。 私の話もよく聞いてくれて心が晴れた。運水も綺麗だった。などという記述があり、先輩は少しほろりと来たとか。しかし、亡くなる前日の内容を見て先輩は戦慄した。それまで黒のボールペン一色だったメモ帳が、そのページだけ赤や青などの色が使われている。 字体は汚く、字の大きさに、まるで一貫性がない。バツバツは、以前から私のことを嫌っていたようだが、最近は露骨になってきた。注射はわざと委託するし、体を拭くのも雑で乱暴だ。もう我慢できない。薬の中身も先生にばれないよう、こっそりと変えてる。私にはわかる。 いつも薄笑いで馬鹿にしてる。許さない。やってやる。やってやる。やってやる。想像の中で何度も練習した。きっと成功する。明日やってやる。血を取りに来た時、首を刺してそのまま横に裂けばいい。これを書いているだけで心が晴れる。 今夜は眠れそうにない。先輩は、同室にいる同僚や患者さんに同様を隠すのが精一杯で、その後どう動いたかは覚えてはいない。メモはすぐゴミ箱に捨てた。しかし、ベッド交換を行った同僚が、ベッドの壁の隙間の四角からハサミを見つけた。特に、 誰も気には止めなかった。先輩以外は。先輩は本気で退職を考えたが思いとどまった。少なくともこの部屋には二度と立ち入りたくはないと体調不良を理由に転下を申し出て、病棟業務から外れた。当たり前だけど先輩は邪見に接したことなどないし、むしろ自分には 心を開いてくれてるように思っていた。恨まれるような心当たりはまるでない。今でも思い出してしまうと、全身の毛が逆立つようだと言っていたよ。飲み込む道路。週末、飲み会で泥酔して帰った時のこと。家の前には深夜でも交通量が多く、 事故の多い国道があるんだけど、普段は危ないから、絶対に斜め横断なんてしないのに、酔った勢いでつい間がさした。横断歩道から体を乗り出して、よし、今通ってるダンプがいったら渡ろうと確認した瞬間、まるで誰かにタックルされたようなすごい衝撃とともに、体が道路に飛び出した。 まずいと思う間もなく、目の前にはすぐダンプ。だが今度は思いっきり、両太ももを後ろに引っ張られて、歩道に尻餅をついてしまった。で自分の前を通り過ぎてゆく十トンダンプ。ああ、危なかった、と安堵して、ふと脇を見ると。大量の花束とジュース。 小中学生くらいの女の子が好きそうな雑誌が数冊並んでいた。からかわれたのか、助けられたのかはわからないけれど、手を合わせて、新しいジュースを備えてきた。とりあえず、深酒と斜め横断はもうやめようと思う。でッキの気になって、友達に聞いて知った事実。一番最近の事故の被害者は、近くに住む娘さんだった。 まだ中学に上がったばかり。昔バイトしていたアイス屋によく食べに来ていた子だった。お母さんがちょっと荒れた人で、しょっちゅう、またお父さんが変わったって、泣きそうな顔で食べに来ていた。なんかかわいそうすぎてさ、朝から涙が止まらないんだよ。出る高架下。 今年の夏、幼馴染みの家に遊びに行ったんだ。その道すがら体験した話。幼馴染みの家は、チャリで15分くらい。うちの地元は田んぼが多くて、しかも街灯が少ないから、夜はめちゃくちゃ暗いんだ。道のりに、新幹線の高架下を通るんだけど、そこがいつも気持ち悪くて。近所ではちょっと有名な気持ちの悪いところなんだ。 目撃談もそこそこあるようだ。俺は気持ち悪いのは嫌だし、暗くて怖かったんで、イヤホンで聴いていた歌を歌いながらチャリこいでたんだ。で、高架下をなるべく意識しないように通過。少し安心していると、前方に、T シャツにジーンズの男の子が街灯の近くに立っていたんだ。田んぼを眺めている感じだった。 歌歌ってるのを聞かれたかなって恥ずかしくなって声を小さくして男の子を左手に見て通り過ぎた。やべえ、聞かれちゃったかなと少しはぎかみながら。だけど、あれとあることに気がついた。俺の左手って田んぼの用水路しかないんだよ。結構深めの男の子。 ちょうどそのあたりにいたような、と思って、バッと振り返る。誰もいない。おかしいなあ、と思い、前方を向き直す。と、ちょうど、進行方向、1メートルくらい先に。だから本当すぐ前だよな。さっきのことを思われる男の子が、こっちを向いて立ってるんだよ。ぶつかるってなって、 急ハンドルしたから、激しくこけてしまった。こけている最中に、男の子の顔が見えた。それが異様で、今でも忘れることができない。鼻がないんだよ。唇もなかった。上の方の。だから、上の歯が見えてる状態。本当に異様だ。何だったんだ、と振り返ると、もうそこには何もなかった。 とにかく離れなきゃと思って、チャリにまたがると、左後方から、ねえ、遊ぼうよ、という声が聞こえた。足すりむいたし、出血していたけど、必死に来いだよ。もう歌なんて歌う余裕全くなかった。とにかく必死に来いで、幼馴染みの家に一目散。途中、ペダルが妙に重くなったと感じた時間もあったけど、 知ってるお経をブツブツ唱えながら、半泣きで幼馴染みの家に行ったよ。塩まいてもらって、一応異常はそれからなかったけど、あれは何だったんだろうか。未だにわからないまま夏は過ぎた。初めての心霊体験だったよ。怯える幽霊。同級生が入居したアパートで、 不審な現象が起こるという話を聞いて、男三人、女二人で泊まりに行った。一般的に幽霊というのはシャイで、一元さんが来ると、現象は止まってしまうと聞いていた。が、夕方に、部屋を訪ねた途端から、かすかなラップ音が。夜中には、扉の開閉が起こった。眠ると、悲しりに会うと聞いていたので、面白がって、 全員で眠ることに。そして悲しばりが起きた。怖くてギュッと目をつむっていたんだけど、こじ開けられるようにまぶたが開いて、壁の前に佇む。半身が潰れたような姿の恐ろしい女性が目に入った。どのくらいそうしていたかはわからない。恐怖と悲しばりで硬直している私たちの耳に、 美人だというつぶやきが聞こえると、信じられないことが起こった。男の子の一人が急に立ち上がって、幽霊の前まで行って、名前や年齢を聞き始めたんだ。幽霊はビクッと体をすくませると、怯えるように消えていった。幽霊が消えると、体が動かせるようになって電気をつけた。全員が壁の前に立ちつくむ。 男の子に詰め寄った。消えちゃったよ、クソ。少し強引だったかな。いや、そういう問題じゃないと思うんだけど。だってさ、潰れてない方の顔見たかめっちゃくちゃ美人だったぞ。いや、気がつかなかったよ。というかさ、普通、潰れてる方しか目に入らんと思うんだけど。 ねえ、お前、どうして悲しばりが解けたのえあ、いや、美人だったからな、必死だったよ。気合だな。彼は、数日間、友人宅に泊まり込みをしたけど、彼女は現れなかったそうで。それ以降、友人宅にも、その幽霊は現れなくなってしまった。よっぽど嫌だったんだろうな。 古い民宿の開かずの間。俺がまだ小学校の低学年くらいの子供の時の話なんだけど、俺の家は当時夏になると田舎に帰っていたんだよ。そういう時必ず泊まる小さな民宿があるんだ。各部屋の入り口はドアではなく襖で、宿の玄関もすりガラスの引き戸。経営しているのも おじいさんとおばあさんという完全に昔ながらの民宿って感じのところ。昔からずっと来ているからここに来ると親は宿の人に必ず挨拶と世間話をするんだ。俺はその時暇だからって民宿の中を探検し出したのね。で俺は2階の部屋から順々に見て回って残すところは1階の 突き当たりにある部屋だけだったんだ。ここで最後か、みたいな感じで、少し残念がりながら、襖を開けると、なんと中には、白むくの花嫁さん。俺は、中に誰かいるなんて思っていなくて、軽くパニックになって、泣きそうになって。あ、あご、ご、ご、ごめんなさい。みたいな感じのことを言っていたと思う。そしたら、 向こうを向いていた花嫁さんが、こっちに向き直って、ニコって微笑んでさ。家族がいる方向を指さして。あんまり離れると心配されちゃうよ。早くお母さんのところに戻ってあげなさい。みたいなことを言われたと思う。この時の花嫁さんの笑顔がすごく綺麗でさ。それがすごく印象に残っている。 気まずい、恥ずかしい、怒られるって、すくみ上がっていた俺は、また小さな声で謝って、同時に、その方向へ走って戻った。で、民宿の人と話している家族のところについて、綺麗な花嫁さんがいたんだよって、母さんに言うと、民宿の人はいぶかしげに、まだ、 〇〇さん以外にはいらっしゃっていないんですけどね。とか言い出して、俺はまた軽くパニック。まあつまり、そんな花嫁さんは存在しなかったんですよ。後で聞いた話によると、その部屋、何十年も使われていない、いわゆる、赤ずどまだったらしい。結局その後、何かあったわけでもないし、まつわる話とかを聞けたわけでもない。 たださ、あの花嫁さんは、もう成仏したのかな、とか、結婚できなかったから、まだあそこにいたのかな、とか、ちょっとだけ考えてしまったという、ただそれだけの話なんだ。誰かの声。夜遅くに腹が減ってしまって、ラーメンでも食おうと出かけた。 CD を聴きつつ、とことこと。最近見つけたラーメン屋で、なかなかうまい店なんだ。帰りも CD を聴きつつ、とことこと。しばらく歩いていくと、ふん、ははは、と、女の子の笑い声がした。CD を聞いてはいたが、右の方から聞こえているのがわかったんで、ふと目をやるも、膝ぐらいの高さの草むら、誰もいない。 まあいいや、どっかの馬鹿がふざけてるんだろうと無視をした。見えてないんじゃないわかんないんだよ。ふふふ。と、どうやら二人いるようだ。うぜえガキどもだぜ、と無視をしていた。が、あることに気がついた。俺は人と比較して早足なんだ。それにさっきから一度も止まっていないし、 もちろんスピードは変わらず歩いてる。なのに、CD ウォークマン越しに、真横から声が聞こえてくるなんて、やっぱりおかしいよな。実体化。半年ほど前、飲みで知り合った女の子と付き合うことになった。その子は霊感が強いらしくて、幽霊がしょっちゅう見えるらしい。 半信半疑でいろんな話を聞いていたけど、まあ自分は見えないし、特に真剣にもなってはいなかった。ある日、うちに来た時に彼女が、ごめん、連れてきちゃった。塩あるとか言うので、さすがに、気味悪いこと言うなよ、とか思いながら味塩を渡したんだ。彼女はそれを自分や俺、 で、そこら中にパッパと巻いて、そしてあまり家にいると居ついてしまうかもしれないからと、外出をすることにした。彼女曰く、レイは途中でどこかに行ったそうで、その後はいつものデートで、最後は俺ん家でお泊りをすることになった。で、ぐっすり寝ていたら、いきなりガシャンって音で飛び起きたんだ。俺の部屋には、全身鏡があったんだけど、 彼女がいつでそれを叩き割った音だった。最初何が起こったのか分からずに、どうしたのって聞くと、鏡からこっちに来ようとしたのと言った。何でも今日ついてきた例は、実はずっとついてきていて、俺に心配をかけまいと、夜どうにかするつもりだったんだけど、うまくいかなくて、そうこうしているうちに鏡で、 実体化しようとしたので、鏡ものとも霊を葬ったという。周りを見てみると、なんか、キョンシーの額に貼るような札やら、ジュズ、塩が、そこら中ぶちまけられていて、味塩の空瓶が一つ転がっていたよ。霊がついてきていて、実体化しようとしたことよりも、俺、彼女が怖くなっちゃってさ、 その事件から三日で別れてしまったよ。車と同じ速さで。ある夏の日の出来事、実家に帰省していた大学生の A は、お盆が明けたので自分の家に戻る途中だった。帰省ラッシュを避けようと、夜中、山道を車で走っていた。途中でトイレに行きたくなって、 車を脇に止めて、茂みの中へと入っていった。用を立ち終えて、ふと顔を開けると、白い着物の老婆が浮いていた。老婆は動かず、目を見開き、A のことをじっと見ていた。A はびっくりした。よく見るとそれは、首吊り痛いだったんだ。腰が抜けそうになりながらも、自分の車にたどり着いた。 ここは山の中で、他の車は一台も通らない。とにかく警察に通報しなければ。今来た道を戻るよりも、このまま進んで街に出た方が早い。A は車を走らせた。山道は暗い。A の車のライト以外、明かりなんてなかった。A はさっきの恐怖がまとわりついて、 街に出ることだけを一心に考えていた。そして前方にかすかな明かりが。それはトンネルだった。ここを抜ければもうすぐ町に出る。トンネルに入って A は少しほっとした。ふとバックミラーを見ると、なんと自分の車の真後ろをさっきの老婆がものすごい行走で車と同じ速さで 走って追いかけてくるんだ。A は叫び、また、バックミラーを見ると何もない。これは、一種の脅迫関連だと思った。汗が噴き出していた。しかし、サイドミラーを見てみると、車の真横に老婆が。老婆の目は、A のことを凝視していた。A の車は、そのまま、 トンネルを抜けたところのカーブを曲がりきることができずに、崖の下に落ちてしまった。夢のドライブ。三年前に元カノが死んだ。信号無視の車に轢かれて、打ちどころが悪く、だった。当時はすでに別れていたから、友人から聞いて、葬式に出ることができた。 復縁して別れた彼女だったんだけど、一回目の告白も復縁しようという交渉も俺から。二回とも別れ話も俺から。今思うと振り回してばかりで、俺は本当にダメな男だったと思う。当時留年していたし、二個年上で、社会人の彼女に嫉妬や妬みばかりだった。俺が鬱っぽくなって、 彼女の心配も邪魔になったんで別れたんだ。負い目から別れた後は、友人と遊ぶ時もかなり態度に出していた。彼女の葬式前後の記憶があまりないが、ある日彼女の夢を見た。ドライブがお互いの趣味だったせいか、夢の中でもドライブをしていた。彼女が運転していて、たわいもない会話をしていたよ。けど会話の内容が、 別れた後のあんたの態度腹が立ったわ、とか。別れ話の時のあの言葉死ぬまで覚えていた、とかで。俺が知らなかった彼女の心情だった。笑いながら話す彼女に、俺は、悪い悪い、と返事してた。急に彼女が、あ,あ、大事なこと言うよ、と言った。あんた病院に行きな。 明日には行って。あと、あんたが通ってる病院はヤブだから、まるまる病院に行ってね。と。ここで目が覚めた。俺、腸の方に持病があるんだ。いつもだったら定期検診以外は、よほど悪くならないと病院には行かないんだけど。付き合っていた時は、よく俺の体を心配していた彼女の言うことだったから。指定された病院に、検査目的程度で行ってみた。 腸にポリープができていて、切除したら癌だった。早期発見できたのが良かったのか。腸を少し切除したが、結果は良好。医者にも、進行する前で良かった、と言われて。ポリープが、定期検診の時に見つからなかったのが不思議だね、と言われた。病院変えて良かったよ。退院してから、また彼女とドライブをする夢を見た。 お前のおかげで助かったと言うと、いつも言っていたでしょあそこヤブだってとドヤ顔された。なんか俺泣けてきて、付き合っていた時、嫉妬していたこととか、持病持ちで留年なんかする俺を好きっていうお前を信じることができなかったとか、振り回してごめん。それをお前が死ぬ前に言えなくてごめんって泣きながら言った。 俺本当に子供だったよ。お前いつも話聞いてくれていたのにごめんな。と言いたかったことを言うと、彼女は車を止めて俺の方を向いて。あんたが笑っていてくれれば、それで私は幸せやったよ。私も支えられなくてごめんね、って言った。そこで目が覚めた。それから彼女とは会話する夢は見ていない。 元カナが死んでから三年経つけど、この夢は忘れることができない。未だにこのことを思い出すと泣けてくる。俺は本当にダメな男なんだよ。守護霊。全然怖くない話なんだけど、不思議な経験をしたことがある。死んだ母方のばあちゃんが守護霊になってついていてくれる。 そう言われたことが何度かあるんだ。ある冬の日の話、仕事で秋葉原で打ち合わせがあるので、会社のある池袋から山手線に乗ったんだ。いつもはなかなか座れないんだけど、その日はちょうど一番端っこの座席が空いていて、やったラッキーって座ったんだよ。連日の仕事で疲れてヘトヘトで、その上、 冬の電車の座席って足元がすごく暖かくて気持ちいいじゃない。絶対に遅れることができない打ち合わせだったんだけど、疲れと寝不足、暖かさと、あと一番端っこだから、大きな仕切り板に体を預けることもできたせいで、乗ってすぐにぐっすりと眠ってしまったんだよ。しばらくして突然背中を、 人差し指でぐっと、本当に体が前に押し出されるくらいの力で疲れて、いてって目が覚めた。そうしたらちょうど秋葉原の一個前の駅を出発するところだった。もちろん座席に座っていたんだから、自分の背中を人差し指でつけるような空間なんてなかったんだけど、打ち合わせには遅れず、かつ、 ちょっと眠れたおかげで、仕事にも集中して取り組むことができた。その話を母さんにしたら、私も似たような経験があってって。母さんはちょっと霊感があって、どういう状況かは覚えていないんだけど、うっかり眠ってしまっていて。その時は、おばあちゃんの声がはっきりと聞こえて、起きなさいって言われ、慌てて目を覚まして顔を上げると。 亡くなった時よりも、ちょっと若い頃のおばあちゃんが、微笑ましく、自分のことを見ていたんだそうだ。母さんに、今は私じゃなくて、あんたの守護霊だからなって言われて、ああ、おばあちゃんが見守ってくれてるんだって思ったよ。怖くないし、すごくちっちゃい体験談で、なんか申し訳ないです。 乗ってない。三年前、父親の田舎に帰省した時のことです。二日目の夜、隣町のレストランまで食事をしに行くことになりました。僕たちが実家に加わると、総勢八人になるので、僕らは、祖父の車と、お母の車二台に分かれて乗り込みました。僕は昼間、はしゃぎすぎた疲れで、意識朦朧としながら、 車の外を眺めていた。20分ほどでレストランに到着してテーブルに案内された。僕は車の中に携帯電話を忘れたことに気がついた。ちょっと車のキー貸してくれると僕がみんなに聞くと母親がおばに言った。姉さん、ちょっとヨシヒコに 車の鍵貸してあげてくれるしかしおばはおかしなことを言った。えよっくんそっちの車に乗ってきたんじゃなかったのそういえば僕は、どっちの車に乗ってきたのか覚えていなかった。意識が朦朧としていたから、わけがわからない。頭が真っ白な僕に追い打ちをかけるように、 皆が口々に言った。こっちの車には乗ってなかったけどええ、こっちにも乗ってなかったよ一体僕は二台の車のどちらにも乗らずにどうやってここに来たんだろうかちなみに携帯電話は見つかるわけもない。お姉さんの車から見つかったよ。 通勤中に。十年ほど前のこと、俺は神奈川県の大泉の H 駅から M 駅まで毎日電車で通勤していた。いつもだったら座ることなんてできないんだけど、その日はたまたま椅子が空いていたんで座ったら、しばらくして金縛りにあった。座りながら金縛りなんて聞いたことがないな、と思いながらもすぐ戻るだろうと、 その時は冷静に考えていたんだけど、降りなくてはいけない MA が近づいて、そして通り過ぎても一向に悲しばりが解けない。まずいなあ会社遅刻しちゃう。と、頭はかなり焦っているのに、体は全く動かず、声すら出すことができない。目だけは動かすことができて、 電車の中は、どんどん人が増えていくことだけは分かったんで。なんでこんなに人がいるのに、誰も気がついてくれないんだ、とか、勝手に怒ってた。で、どうやっても動かないので、諦めていたら、いつの間にか寝てしまっていて。電車は終点の S 駅で折り返し、Y 駅の付近で目が覚めて、金縛りは溶けていた。会社は当然遅刻。それだけだったら、 ただの悲しばり体験なんだけど、不可解なことがあった。Y 駅で目覚めた後、会社に連絡しなくちゃ、と、一旦電車から降りて、携帯を取り出したら、上司から、ものすごい数の不在着信。怒ってるだろうなぁ、と思いながら、上司の携帯に電話をしたら、真っ先に。大丈夫なのか何があったと、心配された。 詳しく聞いてみると、上司の携帯に、俺の電話番号から電話があり、出たら、息苦しそうな音だけがしたというのが数回あったとか、全く身に覚えがないので、一旦電話を切って自分の携帯の発信履歴を確認してみると、確かに上司に電話をしていた。時間を見ると、本来だったら電車が M 駅に着いているあたりから7回もかけていた。 悲しばりになっている間だけではなく、寝ていたであろう時間にも電話をしていて気味が悪かった。ちなみに、上司に起きたことを正直にありのまま話したら、疲れてるんだろ今日は休めと言われ、精神科の医者を紹介された。シャレにならない兄。交通事故で、 突然の不幸だった渡辺くんは17歳だった。彼のや葬式にクラスメイト、友人が集まった。彼は母子家庭で、三つ上の兄がいて、泣きじゃくる私たちに笑顔で。みんなが泣いてたらさ、あいつ天国に行けないじゃんか。はははは。なんて貴重な兄だろうと感心していたら、この兄貴、どうも行動が妙だ。 渡辺くんの事故死を載せている新聞を山のように買ってきて。ほらほらすげえ、名前出てるじゃんか。と、嬉しそう。さらには、渡辺くんの親友の彼女に、なんと夜の席で、自分の弟の棺の前で、皆が泣きじゃくって、お母さんも同国している前で、この女の子に。ねえ、俺とさ、一晩の思い出作らない なんて、ナンパを始め出した。相手にされないと悟ると、私や周りの女子に、ねえねえ、携帯教えてって。シャレにならなさすぎるよね。老舗デパート。小さい時、よく親に連れて行ってもらった老舗デパート。弟とよく、 デパートの最上階にある、レストランの前の広場で待たされていた。金もないので、ゲームなどはできなかったので、滑り台とかの遊具に飽きたら、最終的に隠れんぼや鬼ごっこになる。その時、その回限定で隠れんぼをしていた。弟が鬼。ただ、大抵隠れる場所は決まっていたんで、ちょっとずるいことをしようと思って、 屋上に通じる階段の踊り場で隠れようとした。親には、この階から出ちゃダメって言われていたんで、屋上までには上がらずに、踊り場でギリギリ見えない程度に隠れる程度。その日は平日ということもあって、人が少なく、階段で屋上に上がる人もいなかった。何分隠れていたかはわからないが、 そろそろ戻ろうかなと思ったとき、屋上から誰かが降りてきた。おい坊主、こんなとこで遊んでんなよ、と口の悪いおっさんだった。うざいことにならないうちに、と階段を降りた。おっさんに声かけられた俺は、階段を降りてすぐレストランにあるフロアに戻ろうとした。 ところが、降りた先は全然違う場所。例えるなら、病院とか学校みたいな感じのコンクリートの壁が延々と続くようなフロア。電気はついていて汚くはないが、部屋には何もプレートもついていない。ただただ廊下と部屋が無機質になる感じ。伝わらないかもしれないけど。そして、 下に続く階段はなくなって壁になっていた。あれと思い廊下を歩いて部屋に入ってみたけれど何もない。バカな俺は違うところに降りてきちゃったんだなと思い、変なおっさんは嫌だったけど、また元の階段へ戻ろうとした。屋上へと続くはずの降りてきた階段を登って、踊り場に行って上を見上げると、 様子が違う。屋上に通じるドアがあるはずだった。けど、そこはレストランがあるフロア。普通に喧騒が復活していて、弟が遊具で遊んでいた。また、あれと思って、下に下ると、普通の開花のフロア。登ってきたところを弟に見つかって。ああ。 この回から出ちゃダメなんだよ、と言われたのを覚えてる。後で母さんに告げ口されて、母さんからも怒られた。まあ実際、屋上の手前まで行ったのは事実なんだし。昔はそんなこともあるのかなって思っていたけど、今考えると、あれは不可解な思い出だ。あの延々と続く不気味なフロアは、今でも忘れない。 あそこは一体どこに通じていたんだろうか。田舎の姉ちゃん。父方の教理が島根で、ガキの頃は毎年冬と夏に帰っていた。平屋だけどとにかく広い家で、一日探検をしても全部は回りきれていない感覚があった。ある日本当に、 見覚えのない長い廊下に出て進んでいくと木製の格子に囲まれた部屋にたどり着いた今だったらあれが座敷廊と呼ばれるものだとわかるが当時ガキだった俺にはわからなくて恐れもせず近づいていったそこで出会ったのが田舎の姉ちゃんとても綺麗な人でおいらんみたいな大げさな 和服を着ていた。俺は和屋と呼ばれて、いろんな面白い話を聞かせてもらって、すぐ姉ちゃんに懐いた。山に川に原っぱに変な遺跡群にと、楽器の興味を引くものが山ほどあったのに、家から出なくなった俺を怪しんだ親父に何かあったのかと聞かれたんだが、なんとなく黙っていた。 何年かして、いつの間にやら、田舎に行くのが億劫になってきて、行かなくなって。その頃、田舎の家に住んでいたひいじいちゃんが、うちに移り住んできて。そこそこ遠方に、豪華な屋敷を持っていたはずのじいちゃんまでもやってきて、うちはずいぶん狭くなってしまい。そのことに、不満を覚えた俺は、親父に何かあったのかを聞いた。 何でも、じいちゃんがやっていた事業が、乗っ取りを受けたらしく、すべてを失う前に、方法の手で逃げてきたんだとか。不幸なことは続くもんで、ひいじいちゃんの家も、季節外れの大雨と、川の決壊で、床上浸水して、壊滅的被害を受けたそうだ。で、ふと、あの田舎の姉ちゃんのことを思い出して、 あの人はどうなったのかと聞いたら。そんな、あれが今更お前、あれに会えたのかまさか出したんじゃないだろうな。いや、さすがにないだろう。呼ばれもしていないのに。と、親父とじいちゃんとひいじいちゃんで、けんけんガクガク話し合いを始めた。 出すも何も、あの格子には、扉も、鍵もなかったと言い訳をしていた。と同時に、やっぱりあの人、閉じ込められていたのか、と気がついた。座敷わらしみたいなものだったのかな。ひいじいちゃんはその後、百歳過ぎまで生きて大往生したし、じいちゃんは至って健康で、まだ健在だ。 幸運の振り返しなんてものはないようだが、親戚たちの話によると、結構あったはずの資産がそこをついていたらしい。呼ばれてないっていうのは、俺が田舎に行きたがらなくなったってことなんかな。突然の別れ。 もう十年以上前の話だが、とある県の24時間サウナで意気投合した男の話。結婚を考えていた女性がいた。ある日の晩、一緒に繁華街で遅い晩飯を済ませて軽く飲んだ後、彼女をタクシー乗り場まで送った。次はいつデートしようか、と浮かれて聞く自分に彼女は。うーん。 もう会えないかもね。今日でお別れかな。突然の別れ話に呆然として、言葉が出なくなった自分を尻目に、タクシーのドアが閉まって発車。目の前の交差点で、猛スピードを出していた車が、タクシーの横っ腹に突っ込んだ。それまで呆然としていたが、衝突音で我に返って、慌ててタクシーまで走ったが、 後部席は見るも無残な状態で、一面真っ赤になった車体を見て、彼女を助けることは不可能だと知った。今日でお別れかな瞬時その言葉が頭の中をぐるぐる駆け巡って、彼女はもしかして、このことを予知していたのかと、偶然だと片付けるには不自然な彼女の言葉に、全身の毛が、 逆立つような寒さを覚えた。それ以来タクシーに乗ろうとすると、彼女の言葉が頭の中を走って、次いつ自分がその言葉を口にしてしまうのかと思うと、怖くてタクシーには乗れなかった。最近は歩いて行ける距離であれば、乗り物は使わずに徒歩で向かってるんだよ。 彼は苦笑いを見せたが、彼のせいで俺も、それからしばらくは、タクシーが怖かったのは言うまでもない。不審者。友人英子の家に遊びに行った時のこと、夜の十時頃、ビールを飲みながら話をしていると、突然天井近くで、カチッと 大きな音が響いた。びっくりしていると、今度は玄関のドアが、ガンガンガンとなり出した。A 子が外の様子を見に行ったんだけど、すぐ戻ってきて、なぜか風呂場に入って行って、そこでへだり込んで放心状態になっていた。多分嫌な相手、元彼でも押しかけてきたんだろうと思い、ドアのところに立って覗き穴から見てみた。 黒ずくめの白い顔した女が意味不明に痙攣しながら立ってた。何これと飛びのくと背後に A 子がいた。A 子はちょっと待っててねと言うと自転車の鍵を取って外に出て行った。30分くらい待っていると A 子が一人で戻ってきた。何だったのあれはと恐る恐る聞いてみると。 A 子は疲れたように言った。ごめんね。私のお母さんなんだ。枕元の足音。修学旅行で京都に行った時、一部屋八人で宿泊した。長方形の部屋に、真ん中に線を引いて、上下に分けた様を想像してね。 その線に布団が重ならないように布団を敷いて、みんなの頭が線の方に向く。そんな形で枕を並べたんだ。夜中のおしゃべりは嫌をなく盛り上がった。それは私たちの部屋だけではなく、他の部屋も騒がしかった。だから余計に消灯時間のことなんか頭から消えていた。でも、 やがて違う部屋の生徒が、見回りがもうそこまで来てるぞって教えに来てくれたんで、私たちはすぐたぬきネイりを始めた。でもその状況が笑えて、ぷぷ、くすくすって声が部屋のいろんなところから聞こえてきた。今にもみんなで爆笑しそうになっていたとき、ついにドアが開く音が聞こえた。 方の内側を噛んで、笑いを必死にこらえていたら、頭の上の方から足音が聞こえてきたんだ。裸足で畳の上を歩くと、皮膚に張り付いた畳の表面が、パリパリって音を立てて剥がれる。その音が、私の頭のすぐ上でし始めたんだ。引卒は男性教師で、私たちは女性徒だったから、ものすごく腹が立った。 多感な年頃だったからね。ドアが閉まって、先生が出て行こうとはしなかったから。十分時間が経ってから、私は口を開いた。ねえ、先生、部屋の中まで入ってきたね。最悪だよね、と、続けようとしたんだけれど。入ってきてないよ。ドア開けて、中覗いたらすぐ閉めていったよ、という。 ドアの前に布団を敷いていたこの返事に何も言えなくなった。みんなに話しても怖がらせてしまうだけなので、そのことは誰にも言わないでおいた。でも今でも本当に不思議で、あの足音が誰のものだったのか知りたいんだ。現実逃避。 2年間付き合っていた彼女に振られ、落ちるに落ちていた俺は、親友の K を付き合わせて、現実逃避の山登りをした。澄んだ空気とか、綺麗な景色とかを見て、とにかく、現実を忘れたかった。突発的な思いつきだったんで、山登りに関しては全く知識がなく、ちょっとした飲食物と適当なものしか持って行ってなかったんだ。 山の途中まで車で、そこからは歩いた。上に行くほど気温が下がってきた。大した服も着ていなかった俺たちは、寒い寒い言いながら登った。それでしばらくすると雨が降り出した。本当に無知だったんで知らなかったんだけど、山って雨が降りやすいらしい。後から、そんなもん常識だバカ、と父さんに怒られちゃったよ。 雨はどんどん強くなり、本当に俺たちは凍えてきた。やる気もなくして、どうしようかと話していたら、人影が見えた。その人はいかにも、田舎の格好をしたおっさんで、こんなとこでどうしたあっちにちっちゃいけど小屋があるから来いよ。みたいな感じで話しかけてくれて、俺たちは助かったと思った。で、ちょっと歩いたところに、廃墟みたいな小屋があって、 中に入ると、すぐ戻るから待ってろって言って、おっさんは雨の中どっかに消えた。で、タオルで濡れた体を拭きながら、一段落と思ったんだが、K の様子がどうもおかしい。顔が青ざめている。しょんべんでもしたいのかと思って、どうしたって聞いたら、なんかここやばい。わかんないけどやばい。 とか言い出す。何がって聞いたんだけど。わかんないけどやばいんだって。ここもう出ようぜ。って言って。バカ、すげえ雨だぞ。っていう俺の腕を強引に掴んで外に出た。外はやっぱりすごい大雨。だけど変だった。目で見るとかなり雨が降っていてザーザー音もするのに、体には 一粒も雨が当たっていない。この違和感に気がついた瞬間に、俺もさーって鳥肌が立った。で、うわーって、その後はもう無我夢中で走って、とにかく斜面を駆け下りた。あのおっさんが追いかけてくるんじゃないかと本当に怖かった。心当たりは詳しく覚えていない。気がついたら車に乗って山を降りていた。 K のやばいっていう声と雨の違和感は今も忘れることができない。よく考えたら小屋があるのも変だし、あのおっさんは何だったのか。後から K に何がヤバかったのか聞いてみたら、小屋はもう全体がヤバくて、おっさんも会った時からゾクって変な感じがした。うまく言えないけど目がおかしかったと言っていた。 ちなみに俺はもちろん、K にも霊感はない。K がいなかったら、危なかったのかと思うと、また怖い。